神戸薬科大学は兵庫県神戸市東灘区本三北町四丁目19番1号に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は新薬、新薬大。開校当初は女性が社会で自立できることを目的とし、専門学校令に基づく女子薬学校として開校した。戦後に、 新生女子薬科大学となった後、1994年に教学となった。兵庫県神戸市東名田区本山北町学部大学院附属機関学生自治会のほか、運動部や文化部、同好会、サークルがある。大学祭は、企業祭と呼ばれ、毎年10月の第一土曜日に実施される。1935年の女子薬学校時代からの高知で、 東名田区本山北町の完成な住宅街に隣接した山裾にある。1から11号館までと、気境会館、薬用植物園、実験室排水処理施設、茶室、テニスコート、ベンゼン池の別名がある、生駒池がある。また、生駒古墳も敷地内にある。五号館に座席数695席の気境記念ホールがある。ほか、 寄業会館は宿泊施設も有する。学生寮寄業会館内に女子学生寮として女王サム塾がある。ありがとうございます。